メテオさん、はい、こんにちは。はい、あなたの人生において、はい、いきなりラスボスができたらどう思う？いや、もうそれあれですね、もううんことか漏らしますね。はい、ありがとうございます。シン、いきなりラスボスやります。うお、すごい、全然できてないゲームを、はい、やりたいという、はい、ファルコンさんのもう立っての願いですよ、はい、もううるさいんですよ、もう夜ずっと電話かかってきて、メテオ、シンラスボスやろう、もうあれですよ、もうノイローゼですよ、はい、寝れないのもどんだけやりたいんだってことですよ。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。このシーン、いきなりラスボスっていうゲームはですね、はいはい、これどういうゲームなんですか？いきなりラスボス出てきました。まあやっぱりタイトル通りそうなんですよ。はい、面白いですね、いきなりあの最後の敵出てきたんですよ。そう、倒しちゃいました。なんかいいですね、美味しいとこだけ取れるみたいな RPG の、はい、そう、倒しちゃいましたもん。だからもう倒しちゃったんですね。はい、じゃあもういきなり全クリみたいなことなんですか？いや、そこから始まりました。ラスボス何体いるんですか？いっぱいいます、多分いっぱいいる、はい、もうラスボスとかじゃないですよ、それも、はい、それもよく分かってないんですよ、僕も。あ、そうなんですか。はい、ちょっとやっていきましょう、はい、これ。そう、その中でちょっとこのゲームのちょっと面白い部分、はい、何個か。まず RPG、あ、RPG なんですか？ RPG です、 RPG です。 RPG 大好きです。ラスボス出るんで、うわ、はい、いい。あなた、レベル上げ好き？はい、いや、もうレベル上げとか大嫌いですね。ありがとうございます。はい、それを言わせたかった。これのすごいところは、はい、なんとレベル上げ自由にできるんですよ。え、自由にできるとか自動で、え、やば、勝手に。ちょっとやってみます、やってみます。え、すごい、はい、クエストいきますよ。はい、で、すごい、RPG の概念を覆しましたね。そうなんですよ、適当にピーってやるでしょ。はい、エピソード2、はい、精霊ボスなんで、はい、そうじゃないんだ、例えば兵務兵やとか、はい、で適当に人を選んで、はい、選択する、あと一緒に行くメンバーを選んでから、で冒険をすると、はい、そうすると何が起きるんですか？はい、冒険します。はい、あともう放置するだけです。何時間でも、2時間3時間。あ、これ放置しとくとめっちゃレベル上がってくるんですか？そうなんです、そうなんです。嬉しい。経験値もゴールドも倒したモンスターも全部だんだん増えていって、はい、勝手にクソ強くなってくれるわけですね。はい、僕にもレベル勝手に上がってたんです。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ちょっとこれはめんどくさがりな、はい、僕にとってはすごい嬉しいです、ね、そうでしょ。はい、はい、で、ここでレベルを上げて、はい、上げましたと。このゲームの醍醐味はとりあえずボスを倒すことなんで。まあそうでしょうね、はい、タイトル通り、はい、ボス倒しましょう。ボスもういきなりエンリュー倒しました。あ、もう倒したんですね。いや、もうね、ラスボスはね、初めすごいなんか大魔王みたいなやつなんだけど、それで倒した、はい、お、すごい。これ第2の敵、ボスもうどれからそうすか分かんないんですけどね、この敵。はい、じゃあ次、セイレーン倒します。セイレーンですか？ちょっと見てみたいです。はい、どんな感じなのかな。いきなりやっぱクライマックス感が出てるんですか？そう、クライマックス感が出ます。あ、もう拾わないでください、はい、そういうのね。はい。上げ足取るのやめましょう。もう何ちゅう顔してるんですか？もういいんですよ。はい。はい、大プロローグ。このストーリーは、はい、もうみんな、ちゃんと読み込めるんで、はい、実際にやってみてください。あ、じゃあ実際にやってます、今回は。ストーリーを楽しんでということですね。はい、この飛ばします。お、お、で、これでいきなりセイレーンが出てくるわけです。はい、出てきました。なんか可愛いですね。はい、なんかすごいですね。これがラスボスですか？はい、羽あったり、はい、魚の足があったりね。こいつを倒すわけですか？倒します。ファルコンさんも結構強いんじゃないですか？強いです。じゃあ行きましょう。めっちゃ喋るな、はい、このボス。めっちゃ喋りますよいや、そりゃね、引っ張るんです。あ、まあそう、ラスボスですか？そう、そういうことか、はい、じゃあラスボスって前置き長いですもん。はい、人話してる時に結構喋るから。はい、行きますよ。もう通常攻撃行きます。はい、こいつは撃つとこ1個しかないね。結構ね、いろんな箇所を撃てるんですね。そうで、パーツ壊しといた方が後で V 破壊まであるんです、ね、そうそうそう、ダメージ通るよっていうのがね。ポック感半端ない。そう、 RPG のちょっとね、はい、考えなきゃいけないとこがあったりとかして。うわ、いいですね。じゃあとりあえず全員通常攻撃で、はい、お胸をパンチ。はい、やばいやばい。いや、でもいいですよ、この美味しいとこ取りみたいな感じが。そうなんですよ。あ、すごい、やばい、いい。これ大丈夫だろ、これ。あ、服破いちゃう。これ YouTube 的に大丈夫だろ。これあれですよ、ちょっとすっぽんぽんになってきましたけど。嘘、これ大丈夫だろ。俺ちょっと見れないんだけど。ファルコンさん大丈夫ですか、下腹部は。下腹部はうわ、早く倒してください。どうせやばい、早く。 あれですよ、これ授業中終わった後前かがみになるタイプの生徒でしたね。早く倒しましょう。机がちょっと高さ上がってないみたいなどんだけ力なんですか。いいですよ、もうそういう下ネタは。でもこれまずいですよ、服破けて。やばい、この後どうなってしまうの。持って破けるの。これはモザイク必須だぞ。持って破けるのっていう期待感が。いや、まあちょっとあれですね、中学生これダウンロード半端ないですよ。半端ないですね。期待がもう膨らみますから。どうなるんだこれ。いや、これ攻撃していいの、ここ。いや、もうしましょう、するしかないですよ。だってここしか攻撃できないんですよ。これ見えてない？ギリ。いや、もうギリ見えてないです。大丈夫です。くそー、いただきます。いただきましょう。いただきましょう。やっぱあれじゃないですか。大丈夫ですよ。見えないようにちゃんと考えてくれてます。これ大丈夫なのかい？うわ、いや、お、怒ってるよ。
ヤンコこれ見えてる？見えてないこれ。見えてる。これは見えてんのか？大丈夫、倒しましょう。もうちょっとです。頑張ってください。お、倒せ、倒してる。倒せる。倒した。人間の分際で生意気だ。うわ、やった、倒した。勝ちましたよねこれ。降参しないわね。おかしいですね。え？海に生きる精霊、何か助けなければ。まさかこれあれか、第二形態とかあるんですか？知らない。キャー。何これ？後ろに誰か。後ろに誰かいる？誰？おや誰だ、妖精。すっごいですね。いやー、わ、あ、お、お、なんだなんだなんだ。何が飲むのか、飲むのか。あ、お、倒しましたね。倒しました。はい。なんか石出てきましたね。いやでも倒せましたね。あれですよ、結石をもらえるんですよ。結石、尿結石ですか。これさ、未石。尿結ですか。魅力の石とかで未石をもらえます。あ、未石全然ちゃうじゃないですか。結石じゃなかったですね。あのバンジーさんがよく出るやつじゃなかった。そういうことやらないでください。痛たたたたたたって。ダメですよ。ありがとうございます。何出るんですかこれは。これは未石箱は、はい、ボスをいっぱい倒して結石出ちゃうんですか。はい、結石がキャラクターが出ます。うお、結石持ちのキャラクターが出ます。結石最悪じゃないですか。あんま使えないやつですよ。うわーバービー大丈夫だから、もうそういういじりやめましょう。そうですね。いやでも結構上がってるよ、緑とか上がってるから。あ、本当だ。男好きって言いました、言いました。男好きやばい。風船の灯火やで。やばいやばいやばい。うわ、死んだ。はい、というわけで、じゃあ、はい、いきなりラスボス、もう僕の中でのなんかこう面白さポイント的なのをちょっと伝えられたかなっていう、はい、なるほど、思います。はい、というわけでとりあえずね、もうクエストでこいつらレベル上げさせます。いきましょう。言ってます。あ、今もう頑張ってます。はいはい、というわけで今、はい、冒険向かってます。はいはい、勇者たちレベル上げてます。レベル上げ中です。はい、こうやってどんどん強くして、今後もこのそう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 、うわあ、俺が魔王欠席、はあ、僕は欠席させていただきます